縄市産婦人科医クリニック島袋文です。今日は母乳育児中に次の子を妊娠したいなっていう場合に早めに断乳した方がいいんですかって質問があったので、それについてお答えしたいと思います。まず結論から言うと、次の妊娠のために断乳する必要はありません。で、これからちょっと詳しくいろいろ説明していきたいと思います。まずですね、次の子早く妊娠したいなっていう人いると思うんですけど、産後ですね、すぐ次の妊娠をする、まあ体が回復しない早い時期にですね、そうするとですね、やっぱり体がまだ産後回復してないままに乳児を育てながら妊娠して胎児も育てるってことになるんですね。で、授乳はもちろん今おっぱい飲んでる赤ちゃんにとっても必要だと思うんですけれど、まあ妊娠出産によって母体っていうのは栄養的にも体力的にもかなり消耗している状態なので、産後1年未満で次の妊娠をするというとですね、母体が栄養不足のまま次の妊娠してしまうかもしれないんですね。そうするとお腹の中の赤ちゃんにしっかり栄養をあげるっていうことも十分にできなくなってしまう可能性もあるわけです。ということで、産後1年未満で次の妊娠をするっていうのは、まあ、できるだけ避けることをお勧めしたいなと思います。で、もしですね、母体の栄養状態が悪くて次の妊娠をするとですね、赤ちゃん、お腹の中の赤ちゃんがやっぱりね、鉄不足とかいろいろ栄養不足で育ちが悪くなったりってことも可能性として、まあ、絶対ないとは言えないというところですね。で、基本的にですね、人間の体、もししっかりおっぱいをあげていればですね、すぐ6ヶ月未満ですぐ妊娠をするって可能性は 2% 以下なんですね。で、その3つの条件があるんですけど、その授乳中に次の妊娠の可能性がかなり低くなる3つの条件っていうのが、赤ちゃんが6ヶ月未満であるっていうことと、おっぱいだけで育てていて母乳以外のものをあげたりしないし、昼間は4時間以上、夜は6時間以上授乳間隔が空かない。だから昼は4時間以内で授乳するし、夜も寝て、赤ちゃんが寝ても6時間以内では起きておっぱい飲んでくれてる状態ですね。で、それから月経がまだ再開してない。で、この月経再開してないっていうのは、産後56日以上経ってから出血がもうない状態っていうことになります。で、産後6ヶ月未満で母乳育児だけしてるっていう場合には、だから妊娠の可能性は自然には非常に低いということになるんですね。ただその期間を過ぎると母乳育児をしていても妊娠の可能性はどんどん高まってくるということになります。で、妊娠を避けたい場合にですね、まあ、予期せぬ妊娠を避けるためにも 2% 以下とはいえですね、まあ、ゼロではないので、産後最初のセックスから、まあ、コンドームなりね、母乳育児性の無月経以外の他の避妊も行いながら、産後すぐに次の妊娠をしてしまう、特に6ヶ月未満で次の妊娠をしてしまうっていうのは避けるようにするっていうのがおすすめかなと思います。で、月経が産後に再開するまでの平均の期間なんですけど、生後6ヶ月間母乳だけで育てていて、赤ちゃんにおっぱい以外のものをあげたり、おしゃぶりを使ったりもしないで、夜も昼も赤ちゃんが欲しがるだけどんどん授乳してあげるっていう方法で育てていて、まあ、6ヶ月以降に赤ちゃんがちゃんと離乳食、補完食っていうふうにも言ったりもしますけど、食事を食べながら授乳を赤ちゃんが欲しがるだけ続けた場合のアメリカのお母さんの研究だとですね、産後に月経が再開するまでの平均期間っていうのが 14.6 ヶ月、産後1年3ヶ月程度だったっていう報告があるんですね。私の印象ではこれ結構長いなっていう風な印象があるんですけど、時々ですね、産後まだ月経が再開しないんですっていうことで、まあ、2年ぐらい経っても再開しないって言って相談、婦人科に相談いらっしゃる方もいるんですけど、まあ、平均的な印象として10ヶ月ぐらいかなと思ったんですけど、まあもう赤ちゃんが欲しがるだけしっかり授乳を続けていると1年3ヶ月で月経再開で普通ということになるわけです。で、まあ授乳頻度とですね、生理の再開の時期と妊娠できる能力っていうのは、まあ、関係するって言われていて、授乳頻度が多いほど妊娠の可能性は低くなる。また一旦月経再開した後に授乳がの回数が増えるとですね、月経がまた止まっちゃうっていうこともあったりはするってことなんです。ただしですね、月経がなくっても月経前に排卵するってことも、まあ、絶対ないとは言えないのでですね、まあ、授乳中にその頻度は低いんですけど、でもそれも起こり得るので、月経がまだ再開してないから妊娠しないっていうわけではありません。で、母乳育児中にですね、無排卵であることが多かったりするんですけど、排卵が起こることもあるので、産後1ヶ月を過ぎて、まあ、セックスを再開しようかなっていう場合には、最初のセックスの時からコンドームは使う。
で、他の避妊方法としてはですね、産後6週からは子宮内避妊具を装着することも可能なので、まあ、次の妊娠を数年後に考えている場合には子宮内避妊具を装着するっていうのもおすすめです。また今後の妊娠の予定がないのであれば、もう絶対もう子供はないいらないっていう場合にはですね、パートナーに男性永久避妊の手術を受けてもらうっていうこともおすすめかと思います。で、授乳中にですね、女性ホルモンプロゲステロンを使用した避妊を行う場合には、おっぱいの量を少し減らしてしまうっていうことがあるので、まあ、少なくとも産後8週以降で女性ホルモンを使う避妊を行うし、まあ、プロゲステロンだけじゃなくてエストロゲンとプロゲステロン併用のいわゆる避妊ピルですね、こういった内服もおっぱいの量を減らしてしまう可能性があるので、低用量ピルを使うっていう場合にですね、もう黄体ホルモンを使う場合にも、まあ、産後2ヶ月過ぎてで1回使ったとしてもおっぱいの出が減ってきたなっていう場合には、他の避妊方法に変えてあげるってこともできると思うので、まあ、そういったことでトライするっていうのは、まあ、ありかなと思います。で、逆に言うとですね、じゃあこうやって産後に避妊が必要ですよって強調すると、じゃあ授乳中は妊娠しないのかっていうと、そういうわけでもなく、まあ、授乳が頻回であればお母さんの体力的にも上の子のおっぱいのニーズとしても、まあ、次の妊娠の準備がまだできていないとでいうことですね。で、自然に授乳回数が減って、今おっぱい飲んでる赤ちゃんので子供のですね、お母さんの必要度合いがちょっと減ってくると、ご飯も食べられるようになる、おっぱいだけで生きてるんじゃないって状態になったら、まあ、自然に任せて次の妊娠ができるような体になっていくっていうのが自然な妊娠のタイミングじゃないかなと思います。で、それでもですね、どうしても早めに次の妊娠をしたいということであればですね、まあ、いきなり断乳するではなくって、まあ、今おっぱい飲んでる子どもの授乳回数を負担がない程度に減らしていくっていうのも方法の一つです。ただですね、妊娠が目的じゃなくって、妊娠してその子どもが、お腹の子どもが元気に育ってくれるっていうのが目的なわけですよね。それで今おっぱい飲んでる子どもも元気にやっぱり健康に育ってもらいたいっていうことでは、もしまだ授乳中に次の妊娠を早くしたいっていう場合には、お母さんがしっかりと栄養状態、生活のサポートを受けて、睡眠をとって栄養ある食事がしっかりとれるようなゆとりを持つっていうのはすごい大切ですね。で、次の妊娠を希望していて避妊もしないのに1年以上妊娠しないのであれば、まあ、不妊治療しようかなっていうのを検討するっていうのも、まあ、必要かもしれません。まあ、それにしてもですね、ちょっとこちらの方にも挙げているんですけど、妊娠のためにですね、養女、体をですね、整えるっていうのはもう基本中の基本で、これをやって不妊治療するっていうのが大事かなというふうに思います。で、妊娠中にですね、母乳育児を継続するかどうかなんですけど、まあ、その念願かなって次の妊娠した、で、そして妊娠したら直ちにその母乳育児やめないといけないかって言ったら、特にそういうことはなくですね、流産が増えることもないです。で、これについてはまた別コラムと動画で詳しく説明したいと思いますが、まあ、自然に授乳をですね、終わっていく可能性っていうのが妊娠中の間に6から7割あると。で、それもですね、妊娠が分かった初期の時点で慌ててやめるってことは必要ないので、まあ、上の子の様子も見ながら、自分の体調とかも見ながら、授乳をやめるタイミングは検討していったらいいんじゃないかなと思います。で、母乳育児で困ったとか、どうしたらいいのっていうのを Q&A でもいろいろ挙げているので、よかったらこちらの方も見てみてください。で、授乳中の不妊治療に関してなんですけれど、もしその避妊しないで1年経ってもなかなか妊娠しないっていう場合に、授乳中に不妊治療するってことは可能なんですね。で、まあ、授乳中はプロラクチンというホルモンの働きで排卵が抑えられることがある。だから、まあ、授乳していて妊娠しづらいっていうことは、まあ、起こることはあるんですけれど、でも授乳を行っていてもですね、産後 2,3 ヶ月では授乳してない時にはプロラクチンとおっぱいホルモンは妊娠前のレベルに戻ってしまうわけです。とするとですね、授乳しているから不妊であるとか、授乳しているから治療できない、妊娠のための治療できないということは全然ないわけですね。で、もし授乳していなかった場合には、産後7日でプロラクチンレベルっていうのは妊娠前の状態に戻ってしまうっていうのが分かっています。で、一般的にはただ授乳している場合に不妊治療したいとか、なかなか妊娠しないっていう風な相談をした場合には、もう授乳してるから妊娠しないから、まずは授乳やめてから治療に来てくださいっていう風に産婦人科で言われてしまうことが ほとんどなんですね。ただ治療の方法とかお母さんの状況によっては、授乳中に不妊治療を行うってことも実は可能なんです。
で、授乳中でも自然排卵は起こり得ますから、まあ、超音波で排卵を観察するタイミングでの妊娠トライだったり、あと排卵誘発剤による治療もできたりします。で、排卵誘発剤でお薬を使って排卵を起こす治療を行った場合に、そのお薬を使って赤ちゃんに授乳したとしても特に赤ちゃんへの悪影響っていうのは心配ないっていうのが分かってます。で、あとはですね、体外受精で凍結胚、今回の妊娠の前にですね、すでに受精卵を取り置きしている場合には排卵誘発は必要なくって、ホルモンの薬を使って子宮内膜を分厚くして凍結胚を戻してあげると、子宮に戻してあげるってことになるんですけど、まあこういったお薬を使っても赤ちゃんに悪影響はないんですけど、女性ホルモンの薬っていうのはおっぱいの出を減らしてしまう可能性はあるんですね。ただ使用期間っていうのはせいぜいですね、1、2週間ぐらいで短いので、これも使っておっぱいが止まっちゃうっていう心配をする必要はないかなと思います。で、凍結胚が残っている場合に早く断乳して次の子を妊娠する、例えば年齢的にもやっぱりもう高齢になってきてるから妊娠のためにも早くおっぱいやめて次の妊娠しないとっていうふうに考えることがあるかもしれません。ただですね、肉体年齢と暦の年齢っていうのは別物なわけです。で、産後に体がまだ栄養的にも体力的にも回復してないところで授乳をやめてすぐ次の妊娠に行くっていうのは、やっぱり次の妊娠したとしても次の子を元気に育てる体力とかっていうところでもちょっと問題が起こる可能性がありますね。で、そう考えると産後にしっかりと良い状態で妊娠できるように栄養や生活を整えて次の妊娠に臨む、そういうふうなことをしているうちに今おっぱい飲んでる赤ちゃんもある程度月齢がいって、おっぱいだけじゃなくてもご飯もしっかり食べられるようになって栄養取れるようになるっていう状態で次の妊娠に臨むっていうのがいいんじゃないかなと思います。で、WHO はですね、少なくとも赤ちゃんは2歳かそれ以上母乳育児を続けておっぱい飲むってことを推奨しているんですね。なので、そういったまあ2歳になるぐらいまでをめどに、まあ体を整えていく、で妊娠できるように体づくり生活改善っていうのをしていく。で、その辺に関しては先ほども言ったようにこちらの妊活のために大切な養生でも紹介しているので、ぜひこちらの方もチェックしてもらえたらいいかなと思います。で、母乳育児中に不妊治療でお薬使ったとしても赤ちゃんに悪影響はないので、特におっぱいを薬使ったからって言ってやめる必要はないよっていうことで、母乳育児中の薬についてもこちらでいろいろ紹介してますので、よかったらチェックしてみてください。以上ですね、母乳育児中の妊活と不妊治療、それから授乳中の月経再開時期について説明しました。ありがとうございました。